はい、こんばんは。では早速作っていきたいと思います。とりあえずハンダゴっていうのをつけて、まずこれの穴を開けないといけないんで、ブースター用のこちらのコネクタを開けます。最初これ下の方にしようと思ったんですけど、やっぱ上の方にした方がいいかなと。というわけで、これはドリルが、ドリルどうしようかな。ドリルちょうど1センチの2センチだから10ミリ、よいしょ。ここまで準備してから取ればよかったかな。とりあえず、タイマー30分タイマーこういうことしてるって、よいしょ。一応これ配線これように先にもう作ってましたけど、やっぱ下につける予定だったので長いです。これここでもうあれやな、カツカツやな。よいしょ。とりあえずこれでこれだからちょっときつめにするとして、こうか。これでいいか。微妙だな。やりやすいようにちょっと長めにしとこう。
ちなみにもう電気来てるんでショートさせないように気をつけないと危ないです。ハサミで皮むく。ちなみにこれは先につけて後で後ろから押し込むタイプで、しかも両方とも同じやつなんですね。あっつ、これがね、こっち熱いもんね。これでいいかな。一部これ穴が開いてるとこあるんで、あら、ハンダどこ行った？ハンダはどっか行った？危ないな。ハンダここに置いてたらいいな。ハンダ置いてた、あ、うん、どこだ？あれ？ハンダはどっか行った？うっそう。どこ行った？マジでね。ああ、嘘やろ。ハンダがないとちょっと作業ができないんですけど。なんで？ここ置いちゃったのにな。参ったな、ちょっと。マジか。さっきまで持っちゃったのにな。ハンダがね。あった。もうね、なんかもうハンダが ほとんどないんで、買いに行かないといけないな。相当、これ相当入るの。再度言いますけど、このプラスには電気が通ってます。ですので気をつけてください。バチッてなるから、ちょっとこれ離れすぎる。遠いな。ちょっと遠いな。ちょっと遠いな。あ、遠いな。暑いな。暑いな。ちょっと。ちなみにこのボディにはマイナスは落としてないから大丈夫ですけど、まあ、念のためにあんまし近づけないようにしてます。これで、もうこれで中入らないかな。こんな浅いの？浅すぎだろ。何ですか？なんだ？なんか、なんだろう。あ、これずれてるじゃん。熱しすぎたんでかなりカンカンに熱くなってる。
本当どうしようかな。こうて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 。よいしょ。しかしこれ浅いな、プラスなんで、これが、プラスどっちだ、借りづらいけどこっちの平らな方がプラスです、ね、結構こっちにしてるけど取ってるかな。あーこれどうやって入るんだ。このタイプを初めて使うのでちょっといつものやり方と違いますからやりにくいな。映ってるこれ。あーなんとか映っとる。ギリか。ちょっとこっちの方やった方がいいか。やり方は間違ってないはずだけどね、おそらく。しかし硬いな。ちょっとこれマジまあ最悪だな。入ってないよな。これどうやって入れるんやろ。これちょっと危険だな。一回外した方がいいか。入るか入らねえんだけどな。あ、これも束ね取るんか。束ね取る。何と束ねて。ああ、もう一回かよ。普通は前へ配線を通してから引っ張って固定するんだけど、このタイプなんかね作りが違うよな。これ厳しいな本当。これ今度マイナスつけるとき大変じゃんなあ。そうだろう。ちょっと信じられんな。こっからどうやって入れよう。こっからどうやって入れよう。参ったな。ラジオペンチでもこれ入れにくいよな。いやー、うっそ、これやばいよ。あーこれきっつ。あー予定外にきつい。これはどっからどうなってんだ。これ外せばいいんかな。これもいるな。プラスを全部外すか。大変なことになってます。ありえないことが起きてるし。ちょっと待ってよ。インバータの方に電気が残ってるかもしれないからちょっと一回スイッチを入れて、あ、大丈夫な。
これだけ欲しいんだけど、どうしよう、これどうしよう、予定外に入りが悪い、ちゅうか入れ方が分かんない、ネットで見ちょくべきだったか。でもおかしいよな、これ本当作りがおかしいっちゃな。こう強めにお子さんと悪いのになんて、ねえ、こういうのでちょっと時間がかかるよね、いつも。うん、やっぱこうなんか尖ったもんが一緒に押し込めるようなもんが、うん、参ったな。嘘だろ、ほんと。あー、ほんと。これ、中にどうやって入れようか。いやー、ありえんねんけど。これ、どうやって入れよう。どうやって入れよう。どうやって入れよう。ちょっと。予定外です。あ、ちょっと、ハンダの子、ハンダ、あっちっちなんだ。なんかいいのないか。なんかないか。参ったな。ちょっと嫌だな。やだな、これどうやって入れよう。なんかいい方法あんのかな。それも先に入れた後でハンダ付けした方が良かったのかな。そんな気もせんこともないな。あ、でもそうするとあれか、プラスチック溶けてしまうもんな。どうしよう。もうこっちマイナス、やっぱ先に入れてみるか。ここまでしか入らんもんね。ここからやっぱし何かで押し込まな入らんよね。これやりにき、なんだよこれ。あ、入った、こっちは入った。なんか最後にゅるって、これ押して入るか。入らん。なんで入らん。くそ。どうしよう。入らねえじゃん。どうしようかな。くそ。なんか。奥まで入らないけどな。やっぱこれ先に入れてからハンダした方がなんかやりやすいかもしれんな。これやだな。いけ、入れ。あー、やりにくい。これなんだろうな、なんかちっちゃいもの、なんかちっちゃいもの、なんかちっちゃいもので押
仕込みてえな。なんかねえかな。なんか。なんだろう。まいったな。なんかネジか。ネジでいこうか。ネジの、こういったネジで上に置いて、そして圧縮。これで行く。なんかプラスチックの上に乗ってんの。なんだよこれ。こうして、これうまくいかんな。真上から。下手したら指挟みそうやな。あぶねえ。ちょっとドライバー持っちゃうけど。ああこれなんかやだな。怪我しそうや。これで、真上から押さんと意味ねえんだよな。これをなんか斜めなってんだな。ああ、やりにく。いった。よし、入った。よかった。ちゅうわけで、やっと入ったから、ハンダボテをもう一回ちょっとつけて。あ、そうそう。ちょっと。iPhone 揺れてますけど、充電 30% ぐらいしかなかったんで、今ずっと、配線をつないでやってます。というわけで今度はマイナス側を、繋がってないな。この辺はちょっと確認しながらせんと、バチッつったらもう一気に配線がもう溶けちまうから、ね、普通はここでは作業しないんだけど、まあ言い訳になりますけど、消えたかな。ちょっとせんとね、もう30分ならへんから。ああもう落ちるな。多分これ30分で1回で取れないと思うんで、また30分ごと分けて、したいと思います。裏が溶けそう。入ったかな。よいしょ。ああもういかん。なんでか。うん？らい冷めるの早い。うん、あこれ以上入らんのか。浅いな。
浅いな。普通もう 1.5 倍入らへんかな。とりあえずまたハンダはちょっと曲がるんで外しちゃって、熱いな。よいしょ。ヤスリというかこの金具を切れ損ねたやつと厚みが、いい感じなのはほいけたかな。暑いな。これでいいかな。よくしょ。よいしょ。よいしょ。よいしょ。で、マイナスは生きてるけど、プラスを。こっちがあれだからこの状態でいくか。とりあえずこのプラス邪魔。ちょっとこれめくらんと邪魔じゃない。その前入るんかな。これあ、入らねえ。ニッパー、ニッパー、ニッパーってあったかな。あら、ニッパーはこの前使ったよな。あった、あった。下を、角はちょっとあれだから角切らんと入らんな。うわ、めんどくす。ブースター機能があった方がいいけんね、ないよりかは。ちょっと小さく作ろうって本当に小さかったな。1ミリぐらいもうちょっと欲しかったな。ヤスリがここ入らんし、どうしよっかな。カッター、アルミだからカッターで切れるか。あ、これこっせえな。アルミで、カッターでちょっと切れるか。これきっついぞ。マジか。きついなこれ。マジかよ。